桜革命のあだ名、伝説、ネットの反応集。この動画はソーシャルゲーム、桜革命の良さを楽しむものであり、ネガティブアドを目的としたものではありません。そのことを踏まえて、共に神格化し褒めたたえましょう。ご当地ぶっ集め。桜敗戦。桜爆心王。桜爆心王。桜爆心法。爆心、爆心。左周爆心王。短距離型。これが今流行りの馬娘ちゃんですか？ちょうど馬娘のレジェンドレースで、桜爆心王やってるの予言者地見てて好き。今日本で一番熱いソシャゲ。桜薄命。桜短命。桜絶命。単純につまらない。革命に失敗したらただのテキストなんだよな。失敗した革命はただの暴動提起。革命失敗して全員弾頭台送りか。世の中を変えたのは〇〇の変。失敗したら〇〇の乱って日本史で学んだ。ネットのおもちゃとしては誰ずに即死したから優秀だと思う。醜くあがかないで追われて以来。判断が早い。損切りは早ければ早い方がいい。刹那の見切り。ここまで左周喜ばれるゲーム初めて見た。桜大戦の面汚し。桜と名のつく神羅万象に謝れ。敗戦国の末路。アンチオツ、いずれ桜革命リダイブが派遣取るから。桜革命リベンジ出すしかないな。桜革命プリティダービーで再起を図ろう。出会い頭に原神に顔殴られて、馬娘にケツ引っ叩かれるクソゲー。馬に倒されたゲーム。馬来る前から瀕死していき。生まれる前から死にたいだったけど、とどめは刺されたな。死ぬ瞬間には馬娘を超えたゲーム。馬からすや眼中にすらないぞ。左周業界の大型新人。どんな判断だ。金をドブに捨てる気か。セガなんて脱税よな。社運をかけて受けを取りに来るセガくん好き。新生桜関連全部失敗しててすごい。悪名は無名に勝るが適用されなかった唯一の作品。キャラデザした人がかわいそう。声優さんがかわいそう。メンテ中から左周に誘導する優しさ。ポツダム宣言。桜革命、お前と戦いたかった。X のパリコレ。ご当地 X 軍団。桜革命。全都道府県のグッズを集めるゲーム。クソゲー。ブスペク革命。クス戦。ブスマラ。ポリコレに配慮したゲーム。30億円のグッズを集めるゲームとかマニアックすぎた。FGO からフェイト要素消したアプリ。FGO2。銃突させる FGO。初日売り上げ3桁。ブスペク歌劇団。キャラデザ歌劇団。桜大戦自体もう時代遅れのインテレクチュアルプロパティなんだよ。というか桜大戦なんて後の時点でオワコンだったじゃん。今更墓から掘り返してもね。墓掘り起こした白骨死体に化粧を施しても意味がねえんだ。これが一時代を築いたドル箱の末路なのか？まず革命の前段階の新。で、旧来のファン層を切っておき、革命でその芯で残ったファンすら切るというアクロバティック展開。シリーズタイトルなのにこの手いたらくはやばいだろ。何のために生み出されたの？家庭用の名作をソシャゲで続編作ったら大体死ぬ。少年漫画家の久保タイトにキャラデザやらせたり、旧ファンが誰も興味持たなさそうなソシャゲ作ったり、セガは何がしたいの？これには仲井戸も苦笑い。眉唾だった内部告発が信憑性増してて草。例のリークが致命的だわな。スタッフから見捨てられてちゃ終わりだわ。ディライトワークスさん。革命が途中で終わったと思ったら内乱始めてて草。VTuber とか当てにするから。事前登録報酬が配られず終了って前代未聞だろ。途中からならともかく。
しょっぱなから VTuber との案件は不安要素だったけど、実装にすらたどり着かないとは。VTuber も内心ほっとしてそう。V の中身起用とかいうわけのわからん、握手でしかないってすらさせずに終わるとは。事前予約報酬無理でしたってやばくね。これが法的に許されるなら実現できるかわからない約束して、無理だったら詐襲で逃げるって手が使えるようになるんだが。VTuber に救われ、YouTuber にとどめを刺されたゲーム。ババニン掘り殺されたゲーム。帝国歌劇団ババ組。ババ娘ブッアイクダーリー、桜爆心法。枕革命。ホルが一般同士になってるの面白すぎる。テイルズシリーズと桜シリーズを終わらせた男。ババの呪いが強すぎる。こいつが入った会社や企画は漏れなくポシャルじゃねえか。ババ抜きで次にジョーカー押し付けられるのはどのコンテンツだ。もうババはゲーム業界から足洗えよ。ババ、お前船降りろ。掘るだけでゲームを破壊する才能だけは一流。ヒットメーカーのババさんがいたのに詐襲なんて。だいたいディライトワークスに頼む時点で間違えてるわ。FGO が売れたのも片付きブランドのおかげだって証明されちゃったね。ぶっちゃけサービス終了よりも内部リークとか社内統制の問題の方がやべえよ。ネットに散々リークされてて、まともな会社というか制作現場じゃないのバレたし。桜は散り際が美しいんだ。ただの汚い花火なんだよな。命短し恋せようとね。長らく生かされ続けた友人がボロボロのゾンビになって、さまよい続けてやっと朽ちて眠ったような気分だ。20年近く塩漬けしといてブランド維持する努力放棄して、新作出すソシャゲ出すからやれ、って誰がやるかよ。桜はよそのソシャゲにキャラを貸すくらいでいいんだよ。クリエイターにとって関わった作品は名刺代わりというが、桜革命はスタッフ非公開という始末。普通にイラストは可愛いのに、3D に調理するとダメになるの本当につれえわ。初めて詐襲まで付き合ったソシャゲになりそうでテンション上がってる。バーチャロンに続いて桜も完全に葬り去るのに成功したな。これだけネガキャンされたら続けるだけ無駄だもんな。桜対戦好きだったけど、汚すような続編やソシャゲばかり出せたのは逆にセンスあるよ。数少ない売り上げすらおもちゃにされたゲーム。ネットの情報を鵜呑みにすれば、開発に30億円、月に6億稼がないとダメ。もともとどういう層をターゲットにしてるんだよ。早めに詐襲の判断できたのはいいと思うけど、そもそも企画段階で無理だと気づいてほしかった。桜対戦はこれでブランド完全に終わったか。限りあれば、深めど花は、散るものを。心短き、春の山風。